92式普通実砲とは、日本陸軍が使用した 7.7mm 弾薬の名称である。主として92式重機関銃に用いられた。弾丸の全長は 35mm、弾径 7.9mm。重心の後径 7.7mm よりも径が太いのは、ライフリングにかませるためである。刀の弾を王道で飛行し、 弾丸の重量は1 3 2ム、弾尾は強削されている。円筒部にローレットが施されている。薬莢は半岐円式で、筋質は王道第2号を使用した。創薬には無炎症重薬オッツを使用し、創薬重量2 8 5ムである。雷管は0 0 3ムの爆粉を備える。実法の全重量は2 7 5ムで、 全長は 80mm である。92式重機関銃から発射された場合、最大射程 4100m でも人馬の殺傷能力を持っていた。なお、1936年9月に創薬が3番艦条薬へと変更されているが、これは無塩症重薬物の空圧の高さによるものであった。1932年2月に第一回審査が行われ、 この結果を踏まえて、弾丸形状、飛行の均質、玉身の均質、創薬量を研究した。同年6月に、第2回試験を行い、人馬の殺傷能力を確認して、良好だった。同年9月から12月、また1933年2月から3月にかけ、陸軍風評学校と共同して、試験を実施、概ね実用に適していることを確認した。 1933年6月に仮正式制定の上進が行われた。以下の魂種が存在した。なお、兵器細目名称表においては、弾薬の名称は、式、銃弾薬式実砲式、銃弾薬空砲という形式で故障する。後に、名称の簡易化を図るため、従来同一の弾薬でありながら十ごとに、制定してあった弾薬の名称が、 すべて、7mm7 縦弾薬式実砲 7mm7 縦弾薬重空砲へと統一された。92式重機関銃、89式旋回機関銃、89式固定機関銃と、共用である。走行自動車、飛行機の走行部分を貫通し、内部を破壊、殺傷する目的で開発された。飛行機のエンジン、燃料タンクの破壊も、 目的とされている。弾丸の全長は3 5ト、mm、ル直径7 9ト、mm、ル弾尾は強削されている。弾丸重量は1 0 5ム飛行は王道。構成弾尾を備えている。使用する薬莢創薬、カ管は92式普通実砲と同様である。創薬量は3 0ム。実砲全体の重量は2 4 6ムであった。 92式重機関銃で射撃した場合、初速は秒速820メートル、命中精度は中距離以下において、普通実砲と同様である。日本製功で生産されたニセコ後半を射撃した、結果、後半を距離200メートルで12ミリメートル進徹した。350メートルでは10ミリメートル、500メートルでは8ミリメートル、750メートルでは6ミリメートル。 1000メートルでは4ミリメートルを新徹した。1933年11月に、フッツ車上で審査、実用に適すると認められ仮正式制定の上進に至った。92式重機関銃、89式旋回機関銃、89式固定機関銃と共用である。これは普通実法を鉄鋼実法と混用するか、 連続発射して、航空機、気球を破壊する銃弾だった。弾丸の長さ3 7 5ト、mm、ル直径7 9ト、mm、ル重量1 0 7ム飛行は白銅である。黄臨症以外0 7ムが充填され、玉見は白銅で覆った鉱鉛である。玉見全部の表面には8畳の細い縦溝が刻まれている。 また縦溝の下部をつなぐ太い横溝が一条刻まれて、おり、この横溝付近の飛行部には、直径0 6ト、mm、ルの噴気口が設けられて、おり、ハンダローで塞がれている。薬莢、雷管、創薬は92式普通実報と同様である。創薬量は3 0ム。実報の全体重量は2 4 8ムである。 発射すると重心との摩擦熱によって飛行のハンダが溶け、弾頭内部のオーリ輪も溶ける。オーリ輪は縦溝、横溝を順に通り噴気口から流出、空気に触れて燃焼する。日中は燃焼炎、夜間は栄光によって弾道を指示した。また目標に命中すると可燃物に引火した。92式重機関銃を用いた場合、 初速秒速810メートルで射出され、射程1000メートルでの命中精度は普通弾にやや劣った。夜間は弾道が900メートル視認でき、昼間は弾道が500メートル視認できた。ただし昼間では観測状況によっては速報からの視認が困難であり、また下記においては視認できる距離が相当短縮された。水素を充填した気球に対しては短射で、 距離250メートルまで効果を発揮した。ガソリンパンクに対しては連射で350メートルまで効果を発揮した。1933年7月にイラゴ車場で試験された。試験中には89式旋回機関銃と89式固定機関銃を用いた。この時には発煙と発光を視認できる距離が不十分であり、また、 旋回機関銃では、装填不能を生じた。これにより、弾頭と玉身に修正を加え、同年8月に、イラゴ車場で試験した。機能は良好であったが、下記のために視認距離が、なお短く、同年11月に92式銃機関銃で、再試験した。結果、機能と弾道性が良好であった。1934年2月9日に、 仮正式制定が上進された。なお、正尉実法はもっぱら航空用として使用されていたことから、1939年に規定された弾薬統制容量に基づき、地上用である92式重機関銃弾薬の正式からは削除された。92式重機関銃、89式旋回機関銃、89式固定機関銃と共用である。 栄光によって弾道を指示する銃弾で弾種標識は緑色である。弾丸全長3 7 5ト、mm、ル直径7 9ト、mm、ル重量、10. 1 0 1ム飛行は白銅、弾みは鉱鉛。弾丸後部の銅製内管の内部に、硝酸ストロンチウムを取材とする栄光剤0 8ム、過酸化バリウムを取材とする。 点火剤 0.4g が充填されている。薬凶、雷管、創薬は92式普通実砲と同じである。創薬量は 3.0g。発射すると火薬ガスによって点火し赤い光を引いて飛ぶ。初速は秒速 810m であり、夜間において栄光は射程約 1000m まで視認できた。命中精度は普通弾にやや劣った。 実砲全体の重量は、24. 2 4 2ム。陸軍造兵省によって設計開発された。当初89式戦艦固定機関重用の89式栄光実砲を回収する目的で行われたものであるが、92式重機関銃の制定を受けてこの機関重用の弾薬として研究された。1933年11月、フッツ社場で、 陸軍技術本部が試験したところ、栄光距離500メートルで不十分であった。陸軍造兵省はストロンチウムを取材とする栄光剤を使用し再設計した。1934年6月に陸軍不評学校に審査を委託したところ、実用価値が相当大であると認められた。これにより1934年11月17日、 仮制式制定が上進された。射撃すると、銃口内に付着した飛行を取り除く作用があった。実砲全体の重量は 24.6g。1940年2月の弾薬統制の際に、92式助動実砲へと名称が変更された。92式銃機関銃において、飛行の除去を目的として、白銅で覆った構成の飛行を持つ89。 式普通実法が仮正式とされたことから、89式助動実法は89式普通実法と同一のものだとする説もある。89式旋回及び固定機関銃弾薬空砲と同じものを使用した。弾丸は機弾であり、装薬として2号空砲薬 2.85g を充填していた。空砲全体の重量は 14.35g。ム。後に、 名称統一のため、期間銃空法へと解消された。1940年2月、弾薬統制のため、半期演式であった92式実法の薬莢が、無期演式へと変更され、97式実法と変わらなくなった。新製品である、無期演式の92式実法は、92式重期間銃のほか97式車載重期間銃。 99式軽機関銃、99式小銃等にも使用できたが、旧製品である半期円式の92式実砲は、92式銃機関銃以外では使用できなかった。当初は新製品である無期円式の92式実砲に対する専用の標識が存在していたが、1941年3月頃には、旧製品である 半期円式の92式実砲に対して、紙箱及び運搬箱に、有機円を意味する、有と、標識し、かつ来館外底面の全周に、青色塗料を塗抹する様、関係各所に通帳された。なお、航空機関銃で使用する92式実砲は、1937年に、野戦弾薬から、航空弾薬へと、正式区分を変更されていたことから、 弾薬統制の対象とはならず、半気塩式のままであった。王道の不足から鉄製の薬鏡が作られた。王道に比べ、薬室から空薬鏡を抜き出す。際の中等機能が悪化し、創薬を 0.15g 減らした。また、鉄薬鏡は王道に比べ錆びやすく、これも抜き出し難さにつながった。 1933年度から1939年度までの累計で以下の数量が生産された。ありがとうございます。